はい、お疲れ様です。山です。キングダムハーツ3リマインドの、リミットカットエピソードを続けやっていきます。さあ、全部来たね。はい。じゃあ、シオンちゃんやっていこうか。シオンにもボコられんのか、これから。初めてやるよね、シオンとは。どんなのかわかんない。まあ、シオンだよね、多分。ね。シオンは、多分ね、トリッキーな動きはしてこないと思う。うん。なんとなくだけど。まあ、やっていきましょうか。はい。なぜ戦うの？今いけたな。Tブレーズ3連チャン。おすげえすげえ。すげえ、綺麗なんだけど。ああ、やばいやばい。だんだん上に、やられすぎて上に行ってんだけど。今いけたね。あ、やべ、もうやられたんだ。マジか。まだ。シオンちゃん待って。あ、いけた。キーブレーズ3連チャンはちょっとずらしてくるね。はい、あーくそ目で追えないんだけど。うわ、やられた。何もできなかったんだけど、ちょっともう一回だけちゃんとというかやるわ。あ、ちょっと見えるね、表情が。あ、いけた。シオンちゃんも基本変わらないね。コンボ終わったら殴ると。オッケー。なんか今までのボス戦がなんかちゃんと生きてるね。あれ、ずれた。あ、いけたな。今いけたな。あ、体力はまだ、あ、全然食らってない。ちょっと待って。この光の、あれは、ちょっと待ってね。あ、これダメージ食らわない。あ、ちょっと待って。最大 HP が減ってるよね。そういうこと？伸びた？まだ光だけ食らいたいんだけど。オッケー。なんか多分最大 HP が減ってると思う。光の柱は。ね。減ってる。うわ、やらしい。やらしいというか。最大 HP が減って、HP が回復してる。変な感じだね。うわぁ、そんな感じだ。いた、怒った。あ、やられた。面白いね。面白いけど、厄介な敵。はい、頑張ろう。はい。まあね、散々ボコられて、だいぶいけるようになってきたんでやっていきましょうか。で、シオンちゃんは、光の柱を放ってくるんですけど、あれに当たれば最大 HP が減るんで、まあ注意ってとこと、あと暴走モードかな、強化版が一回あるんですけど、あれがね、マジでしんどい。まあ、でもね、なんとなくいけるようになってきたんで、やりましょうか。オッケー、まずキーブレード投げて近接3回振って2回やってくるんで、最後でカウンターね。いい。次はキーブレード3回投げてくるから、ここでカウンター。で、このままね、殴り続けてもいいんですよね、シオンちゃんは。反撃してこないんですよね。なんだろう、他のキャラであれば反撃してくるんですけど、シオンちゃんの場合は、次の行動パターンに変わるだけなんで、だから、別に殴ってもいいかなっていう、パターンが分かってればですけど。OK、ここで反撃。殴っちゃうか。で、後ろから来るから、で、もう一回ガードね。2回ガードしてカウンター。で、光を散らばらしてくるから、ここまででワンセット。これが最初の暴走モードですね。やばい。オッケー、危ねえ。で、ここでアルティメットホーム出した流れでね、ワンコンボで入るっぽいんで、これがね。で、アーマーチを削り切りたいんですよね。はい。光が来るからガードして、ガードして、OK。下からの光をまあドッジロールしまくってね、避けると。OK。で、もう一回突撃してくるから、これをしのげば、OK ですね。で、このままコンボ入れて、もう一回入る。コンボがね。OK。真ん中にいるとね、すげえ分かりにくくなる。ね、すげえ見にくいんだよ。で、ここでカウンター。あ、カウンター。で、次なんだっけあ、これ一番最初にしてきた攻撃だね。ここでカウンターね。OK。あれガード。ここでカウンター。もうね、行動パターン変わってますね。後半なんで。そろそろ、あ、次、カウンターね。これ新しいパターンかな。そろそろね、強化版が来ると思う。だね、これがマジむずいんだわ。さあ、このラインを避けて、ガード。で、ラインを避けといて、ガード。カウンターね。移動して、ガードして、最後に来るからカウンター。カウンター。で、ここでもう出しちゃう。わかんないからここからラッシュが来るんですよね。あー、惜しい。オッケー、うまくいった。で、最後真ん中に出てくるんで、今うまくしのいだんですけど、まあ最後までね、さばけなくても真ん中に出てくるんで、シオンちゃんがそこに今みたいに合わせれば、こういう OKOK。 危ねえ。回復しとこう。危な。さあ、これは一緒っすね。ガード、ガード。ここでカウンター。で、アルティメットフォームがあるんで、流れで出しちゃう。オッケー。後ろから来るからガードして、光ガードして、ガードして、失敗した。危ない。で、もう一回光来るからガードして、突撃が来て、オッケー、うまくいった。で、もう一回コンボ入ると思う。オッケー。真ん中行こう。で、カウンターね。オッケー、うまくいったんじゃないですか、だいぶ。ブレイクスルー。オッケー、まあ特にイベントはないか。今更だけど、この新13期間の強化版のデータからもらえるアイテムってね、あんまりなんですよね。装備とかね。まあ、攻撃力アップとか、そういう系のなんか、消費用アイテムは嬉しいんですけど、他が微妙っすね。さあ、次でラストかな。いや、多分違うね。これで、扉が開くんじゃない？だから、ボス、ラスボスみたいな感じだと思う。多分ね。で、次が多分マスターズエアノート。だよね、これは。E ブレードだもんね。X ブレードのやつですね。はい。ということで、シオンでした。結構この子も時間かけちゃったかな。まあまあ、でもそこまでかな。結局、俺の中でのベストがサイクスからずっと変わってないっていうね。で、2位がね、バニタスなんですよ。バニタス意外と苦戦した。やっぱね、耐えしのぐ時間が長いんで。で、1個間違えれば結構大事故みたいなとこがあって。しんどかったかな。はい。じゃあ次がゼアノート行きます。ということで、以上です。ありがとうございました。